2020年10月26日になりましたということで12時9分でございますけど、ちょっとこの時間だと眠くなってきてさ、ちょっと生活習慣変えてさ、ちゃんと早く寝て、早く起きんでもいいんだけどさ、ちょっと記憶と肌のために、何お前肌ってどうしたの急にどうしたなんだどうした、なんかあったんか。それよりでございますね、皆様英語のお勉強はどういう風にしてるでございますか。まあ、とりあえず行こうか。トーフルって言うんだね、あれ読み方で。あれの単語買っちゃってさ、お前何切っとんの。あ、これ いらんわ。あ、まあいいわ。まあいいや、行こうか。あ、これ何、これ登録オンにしとるとあれなのなるの、これ。ちょっと待って、解除するとその日はロードできない。ロードなんかしんどいよ、こんなもん。あ、全然別話だけどさ、再生のデッキってさ、どう思います？デッキコピーって。あれで、あそこに出てきたやつをさ、コピーしても私あんまり、なんて言うんだろう、意味がないとまで言わんけどさ、こうやって対戦で目の前で、例えば相手でなり見たい、味方なりで見てさ、その動きじゃないけどさ、そこになんかピピンって、なんかシュ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 ってなんか来るもんがあるんですよ。なんかピンピンとシュ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 って来るもんがあるんですよ。そういうのをなんか真似ると、あ、俺、真似るといいことがある。現場の動きでどうか、採用するかどうかじゃないけど、これランクとかで関係ないんですよ。全員比だな。だからどうしたって、だからどうした、ちょっと行きって行ってみようか。もうここら辺にしようか。あ、X 逃した。X 逃してカット50あるね。まあ無難に宇和島落としたらなんか賢そうだけど、宇和島落としようかな。だってターバンもあれだもんね、落とせんもんね。ヒルズもあれだもんな、カット50だもんな。そう、なんかそっちの方が無難かなって。うん、多分あれを通したいと思ったけど、さあ分かったと買えよ。まだ私が先押しちゃよかったな、あれだけしくったな、だいぶしくったな、あれだ。いや、いいけど、勉強なしじゃないけどさ、トーフルの単語を買っちゃったんですよ。日曜日ちょっとネギやるときにさ、暇でしょうがなくなってさ、まあ難しいね、なかなかね、難しいね、あれ、英検1級よりは難しいな、熟語とかないんだけど、多分やってきゃなんとかあれじゃないかなって。みんななんかこれ大丈夫か？やっぱりさ、私思うけど、11時とか12時ぐらいか、この、なんて言うんだろう、環境変わると思うんだけど、すごく。まあ、3が残るであれだけどさ、あそこは変えん方があれだろうな。変えても別にいいけど、倒せんでな、そこだよな。でもこれ落とさなかったな、実は。先生落とさなかったな。火が折れてば、多分、あ、でもあれか、カット80があるのエアか。5倍か。維持さえいけやだけどね。あのカット80が嫌だな。末期じゃないよ。で、英語の勉強またさ、あと喋る？対戦中あれだよな、どうしても。やっぱちゃんとじゃないけどさ、真面目に勉強にさ、取り組んでった方がって思うんですけど、向こうがあれか、向こうのがあれだもんな、どっちにしろでもこれもあれか、これでも落とさなきゃあんのか、どっちにしろ落とさなきゃあんな。
今日でも途中で見とって思ったけど、すっごいなんかその何、人デッキどうのこうとかあれじゃないけど、50とかコスト60とか使って、知恵はちょっと重いかなって。親父とかさ、熊とかそれぐらいのようなやつ。あれでもやったらさ、蘇生動いとるでいいけど、途中で大体思った、まあ、電気がいいよ、電気が、本当ピンクボード喋りたいんだけどさ、これでも貴婦人とあれとどっちがいいんだろうね。貴婦人私ちょびっとしか使わなかったかな。最初でやってたのが全部なんか適当に用意したのかな。てか今日対戦で気づいたんだ確か。あ、また言い訳しとる。なんかまた言い訳しとる。また言い訳しとる。まあ一応、このターゲットはギリだよ。ギリだよ。これはギリだよ。うん、ここはギリだよ。ここはギリだよ。うん。ありがとうございました。わかるよ。乾杯を防ぎタイプで倒したいってわかるよ。あそこは私でも割れないするわ、もう。うん。ありがとうございました。わかる。おつということで。ありがとうございました。わかるよ。乾杯を避けたい意味では。うん。このコストの時はでももう。でもあれ。何名前はとかでわかるけどさ、あれはセンサルだと思ったでしょ。あれは思った本当に、うん、そこはな、うん、それは思った、うん、私がこれだったらどっちでもあれだけど、あれってどんだけやんなのもんですって。7000ぐらいあんのあれって。火で行くんだったらあれか、うん、私でもこっちもらっとくわ無難に。こっち？ね、実はここで火力ないでな私。これでもあれなんだな。これでもあれだな。かけても。どんなもん。3000の 1.3 ぐらい。ちょっと焼け石だなこれ。こんでようやく。あっち撃てる。私が撃った方がいいだろ多分。うん。多分私が撃った方がいいだろう。撃てんだろう。そこはさすがに。クララちょっときついだろう。多分めっちゃ硬いなこれね。うん、こういう瞬時に計算できるといいね。 50%50% にあれ何だった 80% の5か2万ぐらい。適当に計算したけど、あれもあれか、赤いかあれ、ヒカッと割るでいいか。で、ここ行かなかんやつか。来たな。来たな。来たな。
でもやっぱセンターの発音とか難しいな、これ。あの、間違いじゃないけど、探すやつ。音節やり嫌だわ、あれ。なかなか突破口が見つからん。問題は後で喋ろうか。ね。ヒカットだけか。もう一個落としたいんだな。打てる。いや、打っとくわ、これ。カット入っとるで。うん。二つあるでな。うん。ここら辺はまあ、あれだろう。あれ。ごめん。これ嫌いなんだわ。ヒカットが嫌だな、あれ地味だけど。あの、よだれドラゴンも嫌だな。いや、後ろ火だで行っとんだわ、ただ。うん。まあ、痛み分けだな。まさかののってどういう風だったんだ、スキルって。回数攻撃か ?3 ターン。信長に近いような感じ。信長とかで出てきたらどうなるんだろう。これどっちが体力あるの、一応こっちがあるんだろう、多分。こういうことだろう。だろう、そういうことだろう、一応。よかったな、両方体力少なくて。ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。ありがとうございました。これ嫌いなんだわ。嫌いっていうか分かるでしょ。FF なので。やっぱりこういうスペルのやつ。いや、でもね、トーフル。こういうスペルはないけどね。本当に単語極悪だよ、あれ。これマジで本当にこの、最初見た時思ったわ。分からんかった。数回対戦して分かった。これやっぱりさ、あの、なんて言うんだろう。あの、名前とかあれってさ、あの、なんとあれ。ことわざでなんかあるが。頭隠して尻隠さずかなんかあるが。なんとあれ。なんか木の森かなんかじゃないけど。あれってやっぱりさ、その、コメントとかの癖出るでさ、私だとその、なんて言うの、頑張ろうとかなんか言うじゃないですか。最後絶対最初戦ですかね。そういう癖がさ、多分一人でわかるじゃない。全然言わん人とか、すっごい言う人とかさ、いろいろ人によってバラバラじゃん。まあ、じゃあこうしとく。あれマジでどんだけなんだ、上向き忍者は。上向き忍者って言っていいんか、忍者だよね。いや、お前も忍者じゃん。いや、そうだよ。そうだよ。一応私先行った方がいいの、これ。行った方がいいんだけど、あれだな。ニューのがでも高いよな、多分。若干。だってこれ3000の 1.3 杯で一緒ぐらいか。一緒ぐらいなら一応あれ、ニューかは出しだよな。必ず宇和島おるね、なんかね。犬も歩けば宇和島にはそんな当たらんけど。でも癖でわかるよな、名前のか、ああいうのって。隠す気で別にやってるわけじゃないもんね、あれね。よくわからん、いいけどさ。よくわからん、よくわからん時もあれ。よくわからん時はもう言っとくけど。迷ったら言っとくけど。世の中全て OK だろ。で、私全然あれだけど、生活習慣か、聞いてないって、お前の生活習慣なんか。もうこの時間ね、取るんですよ。どう思います？すごく健康的じゃない、なんか。でも起きるの早いんだろう。どうしたのさ、新聞配達のアルバイトで真面目た？金がなくなった？うん？そろそろ。うん？違う？違う？そんな朝早起きて。新聞配っとんの？新聞読まんくせに。読めんだろ、お前。うん？
そんなことないって。絶対火に帰るな。これ私言っといた方がいいな。倒せるでいいよね、変えても。向こう火で行きたいよね。火で行ったら私倒せるもんな。私変えた方がいいよな。火に変えたいよな。水のまま行ったら2人どんなもん座れるあれって。20畳と85でしょう。そうやっていくしかないけど、私倒せんよな。生存でやるか。二人たげるしかなかったよな。で、ここ行くしかないよな、絶対な。これは後だろうが先だろうが、どっちにしろあれを倒さなかったな、絶対に。ここ火だったのがどっち？まだ良かった。火の方が良かったな。どっちみちクラブだったら。お腹減ってきたら減らんよ、ちゃんと。ちゃんとあの食べるもんも食べるようにしとるよ。もう今まで本当におかしな生活しとったで。どうしたの？肌のため？違う？記憶のため？記憶のためはもうあれだろ。繰り返した方が早いだろ。うん、あれ多分繰り返した方が一番早いよ。いろんな効率のやり方があるけど、それ以上に100回 やって終わらんだったら1000回繰り返したら多分早い。うん、鴨川会長も言っとったろ。これさっきからずっと思っとるけど、これコスト余ったまでしゃあねえで言っとるけどさ、部屋あんまりあれだな、いっつもなんかあれだもんな、裏書かれとるというか、うん、そう思っとるんだわ。こういう時に限って短縮するあれだな。私ら短縮してもあれか。先生短縮できるとよかったんだけどな。二人おる。でももう打っといた方がいいな。ここあれ、いや打っとこう。打っとこう打っとこう。こっちだったらこっちも落とさなあかんよ。両方一緒に落とさなあかんよ。で短縮して空気、火が回復なんだな。回復日だけだからあれか、なんとかなるだろう。なってほしいと思ったんだろう。水は多分いいよね。うん、80あるけど、あれだね、あいつならよかったで。私あれ打ったの間違いだね、絶対ね。うん、でもこれ最初見た時に思ったけどさ、私のアイデアじゃないけどさ、ずっとっていうか全然気づいてなかったけど、クエーサルにこの忍者 ZR くんか、名前覚えるよお前、ありがとうございました。これで別にいいんじゃないの。なんか補正入って55で2回攻撃で、このコスト代やったらまあまああれなんかなと思って、本当この目あれだもんな。ありがとうございました。頑張った。もう一回ありがとうございました。すごいセンスあると思ったら、よくいつから考えたのかわからんけど、でもこれでなんて言うんだろう、スキルターンも別に私なんかあんまりさ、ちょっともう一回言おうか、窮屈に組むのがなんかあれなんだわ。まあ、あれだろ、失敗した時の怖さがあるんだろう。お前なんか何でも挑戦してるとか言ってない、失敗した時なんかやはりちびっとるね。いや俺チキンだよ。何俺チキンって、お前鳥なの？飛べんだろう。うん、飛べん。羽が欲しいね。カラスになりたいなってたまに思うよ。朝だろう、朝。うん、
うちんとこ朝あれなんですよ、カラスが電子棒からゴミ見張っとるの。カラスって賢いんだよ。いや多分あれ仲間同士ね、ゴミのことなんかいいって、そんなこといいってそんなことはいいって。私アップするけどあれだな、これどれぐらいいけるの、うん、こんなもんこんなもん。あれちょっと待って、忍者 MZR くんってどんだけ体力あんの、あんまして私分かってないんだけど。火まじりで来て一番上だっけ、水なんだな。本当は4番が、でも変えるであれだな、1はいけんな。私が1いったらあれだろうな、打てんでな。1番打てるのは私か、あれだもんな、忍者エブザトラル君だけだもんね。だから名前覚えろって。そこだけだもんな。対比 4倍か。補正、あ、でも体力、あ、すげえ、6万とか出しとるよ。マジっすか。マジっすか。マジっすか。これ逃れているとほど遠いさ。なんかほど遠いでもなんか別にいいんじゃないかなっていうのはさ、日本語に、まあ、まあ、日本語物語からやってかなかね、うん、そう思う。日本語あれ硬かったな、風がおらんくなったで、まあ、よかったけどさ、俺みたいな人のこと言うんだね。こっちにといた方がいい、どっちの方がいい、これ前オカミマン俺でいいもんね。私、あ、そう、あれも作ったんだ、あのやつ、なんだ名前出てこんがお前、勉強する前にその名前覚えや。使わんもな、使っても一緒だろうな、うん、一緒だろうな、どっちにしてもソースやられられ。この子でもさ、なんで今までみんなそんなに使わんかった、使っとったの、使っとった、いや聞いとんだけど使っとった。なんか最近よく見るようになって、風呂を絡めていくよりさ、こっち使った方がなんかいいんかなって、コスト的にもなんかちょっと思い出してきとる、まあ、あれはきついわな、あいつはな、うん、とりあえず私は押すは押しとくけど、まあ、耐えるであれだ、一応押しとくわ。耐えると思うけど、嘘ばっかり言ってるか。でこれかスマイルはいいけど、何だったかな、バラエティだったかな、あれクソ嫌いなやつあるわ。 EY と AY なんか余裕じゃんと思ったから全然あれなんだもんな。でもこれでいいよね、本当にね。37の18の55で2回クエーサルがでも継続3はインチキだよな。入ってまあまあ強い、ちょっとなんか暗くなった画面が。これ俺じゃないよ、バターあれちょっと減ったような気がしないですよ。そんなことない？ 30 重い。いや別に30重いって他にも重いコースのやついっぱいおるじゃん。最後のこれはもう難しいわな、はっきり言って。これだって K
貴婦人ってどんだけあんの？補正入って1万ぐらいの1万5000ぐらい？ってこと？トーフルのあの難しいクソって言いそうだったけど単語ってあるわ。なんて言うんだろう。日本語でも知らん言葉多いよ、なんか。辞書引いとるもん。辞書じゃないし、お前アプリでポチンポチンってやっとるでしょ。で、それで調べようとするとあれだろう。ありがとうございました。なんかいかがわしいサイト行ってちょっと脱線しそうだろう。あれ、本当にあれ、ああいうのって本当に脱線するかも。ありがとうございました。いや、本当思った。ありがとう。頑張った。もう一回。またね。ありがとうございました。あの、本当にああいうのさ、思った、あの、勉強の一番の敵って何だと思います？集中力必要でしょう。ああいう、なんて言うんだろう。SNS とかさ、動画とか、ああいう、なんて言うの、ネットサーフィンって今っていうの？ああいうインターネットでなんか調べたりとか、なんか、なんて言うんだろう。時間潰しのろくでもないサイトばっかずーっと見て、まあ言ったのね、ろくでもサイト、全世界敵に回したら。ああいうのを見るのが一番の敵だよね。思う。そういうのいくとさ、ちょっとさ、女性とか見て、ああ、ちょっと手がってスッて動いてさ、見ちゃうが。そうすると、ああ、もう時間がもうって言って、ああ、もう1時間経っちゃってる。僕何にも勉強してないっていう状態が、あの、1年ぐらい続くよね。いや、そうだろ。うん。そう。そう。ああ、ちょっと何この可愛いって。ならん？ならん？なんか。ああ、ちょっと何この情報みたいな。で、今度それ買ってこようみたいな。お前本当になんかさ、なんだろう。ここら辺一応言っといた方がいいよ。社会のカモじゃない、なんかもうさて、広告とかなんか見るたび見るたびだけど。でも今ってまあ時代遅れのみたいなこと言うの。調べ物とかなんかそれ動画とかああいうのは便利だよね。使いか、ちゃんと、それでそういったなんていうの、脱線しんかったら。うん。そこは思う。私多分言っちゃった方がいいね。私ら二人が、うん。どっちかわからんけど、もうこの二人いっちゃうしかねえ。本当は私があっちにニューかニューに飛んでほしいんだけど。私がでもあっちでもいいか。うん。いや、ヒルズに撃たれても。43打てるんだな。打たれんかったね。へぇー。へぇー。ヒルズって3の、どこだ？ 4 か。12000。一応下げといた方がいいんか。あれ、打てるんだね。いいね、倒したよね。多分。3球入っとる。4号ぐらいだったあれって。いや、もう声裏返っちゃったけど今。この子あれだね、ちょっと。こっちか。うん、でも本当にマジであれだな。英検1級1級で、あの最初結構ヤクザだなと思った。あ、お前あれだぞ、お前。そういうあれだぞ。なんか言葉使うとあれだぞ、お前。いや、今のちょっと消しといて。え、修正して。何怖がっとんの？思ったけど、英検1級もまああかんに。あ、そうか、私行かん方がいいか。ここ水に変えたかったね。変えたかったね。26入ってよ。ここあれだね。マジで本当にね、日本語でも分かるような言葉だよ、あれ。この意味何と思って。いや、本当に思った。私はもう使うしかないでな、これ。どっちにしろ、まあ、そしたらあれだよね。2人オールで、ワンチャン3番が残ったらあれだよね。ピオが可能性あるから。難しいけどな。だって向こう水に変えるでしょ。変えんのか。あれか、あっちを優先したか。まあ、倒せん数字はないでな。これでも行くしかないんだな。
そうな、ここも水でいいだろうね。うん。どっちみちクラウンだで、ね。あ、遅延もあるね、もちろん。それもあるけど。うん。連撃でも行くしかないもんな、これは。4回。ちょっとなんかバターリアがさ、私ちょっと勢いをなんかあれかなっては思ってきとる。これも嫌だな、嫌だな。 O だろう、 OR だろう、 OR かなんだ、 O 伸ばすやつ方針。一個はやっぱあれだな、まあいい、そこまでいけたらいいわ。うん、なんとか私押してかんよ。こっちを行った方がいいんじゃない、一応。本当はどっち落としたが楽だろう。球陣落としたが楽かな。どっちでもった今。私がこっち行った方がいいね。あの、乾燥しながら。ありがとうございました。苦しい戦いやったこれ。何を言っとった、勉強のこと言ってた、何のこと言っとったんですか。ありがとうございました。本当にあんたあれだね。もう一回頑張った、まただ。ありがとうございました。頑張ろう、もうちょっと行こう。何のこと言っとったんだったかな。貴婦人のこと言っとった、何だった、ヘナのこと言ってた、忘れちゃった。まあいいわ。納豆も使ったけどあんまりだったよ。頑張ろうしか言ってない。なんかあれだよな、あの、なんとかの一つ覚えみたいに思われるな。気に入ったもん。なんかチェギラッチョとか、いやそれなんかもうダメじゃん。自分で言葉考え、今日そういえばあのちょっとすごい、あの、なんて言うんだろう、あの、ハーネの人おったら、あれ私でも言わんようなことをさ、まあ、やめとくけどさ、口に出さんけど、この場合はこう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 、ちょっと待って、座ってこうこうって言っとるあれね、まあ、エクセ逃すぞ。あの子結構好きなんだけど、私、あのリーダーアップ地味に。まあでも行った方がいいんだよな。ダメだけど、この場合だとどっちがいいと思う。エトナ以外が行って落としてエトナで打って、ゴロとヒルズは落とせるでしょう。そっちの方がなんかって思わん。エズナと、あの、あれはペタ君はきついよな。だって私がこれどう考えたって出せる数字かけられとるもん。そうだ、こういうパターンだよな。あ、ペタまでいけたんだ。ペタはいけんと思った。それはこうだな。ちょっと待って、これいかんわ。しまったしまった。私あっち他のとこ行った方が良かったか。さすがウスだな、掛け目強いな。 3倍以上だったか、 3.5 くらいかなんかだった。ちょっとあれだね、あの、芋がかわいそうだね、なんか。まあいいか、2つ打てるで。ここそんな火力欲しい場面じゃないよな、はっきり言って。全体なくても倒せる場面だもんね。私使っとこ、もう使っとこ使っとこ使っとこ。あっちまで行きたいもんな、できれば。
あれは落とせんねんな。あのあれは爆発で使っとこって、これあれだ、お前あれだと思ったでしょ、あのなんだクエーサルだと思った。あの子でもマジで昔からおったね。なんでそんな使用率あれだった。なんか風呂のがきつく思うんだけど私。蘇生奪いたいんだけどな。あ、いいか、火が降りに行くか。火が降ってもあれか、あのなんてあの漢字の難しいやつが降るな、あのあれ名前出てこ、名前出てこんじゃなくて名前が言えん。いや本当トイフルのあれそんな感じだよ。それどういう意味って、振り仮名とか振ってあるんだけど、どうなのみたいな。いやこれもう売ってまんと困るわ、うん、意外に私月がわからん。あのオクトーバーステープスクマジであかんって。あれ10月だけど9月にやるでしょ。オクトーバー9月だと思ってたもん。いやこれ冗談じゃなくて本当なんだよ。だって北海道行ってオクトーバーフェスとかで、ああちょっとそこだって、ちょっと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 後ろあれなんだね多分。ちょっと使わんのが正解だよな、うん、うん、絶対正解。倒せてもあの使わん方が正解、うん、絶対正解、うん、私こっち行くわ。あれは絶対あの使わん方が、2人分で無理だもん、どう考えたって、うんうん、ありがとうございます。ちょっとだったな最後な、うん、手がしびれてきた。46分まだいけるよ、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。おっ、ありがとうございました。最後あれだったな、ヘナ君が仕事で生きとるんかな。ちょっと手がしびれてきた、なんか手がしびれてきた。ちょ待て、あの肘ついちゃってね、肘ついてやるんだってお前。これ姿勢見たら本当舐めとるって思われとる、思われるな私多分、うん、ここら辺にしとく、どれでもあれだけど。いや一応私火力一番ないでしょ多分これから、あんま生きらん方がいいかなって。山生きっとるかいつも、うん、いや辛い切りだでさ。だからあれだ、トイフルのあれ買ったんだろう、うん、調子こいて。これだな、そうだね、そこ行かなかもな。本当は色変えるのはガットーで、あの私落としたいと思うんだけど、確かパイセンだけど、あれだな、回復2回するで意外とあれだろうな。エトナだけは落とせんし、耐水耐風とか積んどるわけじゃないもんで。そこだろうな、まあ、私もう行くしかないな。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待った。なんでそんなとこ押した。なんでそんな押したの。うっすあるでいけると信じたい。そっち行ったんだな。そら先に押すでお前、あれだわさ、やるわさ、この時あれだよ、よかったな。私こっち行った方がいいと思う、うん、ウスも火力あるで落とせるでな、うん、ウスと私2人で
相手の3、4を落としたいよね。644でもあれでも多分割ときつい数字だったと思うんだけどね。ここはでもあれか、こうか。うんぐ、うんぐ、うんぐだよ。うんぐ。本当は私が先にあれなんだけど、まあでも初夏でいいでしょ。3回もスキル使ったらあれだな、そのインチキだわな。3回色変したいって言おうとしたし、言おうとしたらもう言っとるようなもんだよね。まあ全部もう浮くしかないよね。カットがあるできついわな、これ相手の電車道3倍でしょう。ああ、そこまで行きゃいいよ、もう。うん。蘇生までは、そこまで行くわ。うん。うん。うん。ここまでは、そこまでは。うん。電車道なかったら、でもあれだったらきつかったら、電車道何倍で3倍だったか、確か。秘密だとなかなかあれか、貴婦人だけど、でもあの会うときは会うもんな。そっち打てるで、そうだね。北海道、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 北海道州だよ、北海道州だよ、北海道だよ、北海道だよ。北海道だよ。ワイワイだったら蘇生使わんかった。さすがにこれはあれだれな。まあいいかなとは思うんだけどね。一人寄るわな、これはな。ありがとうございました。みんながウェイトって言ったら多分止めた。本当？本当？お前後から言うじゃないよ、そういうこと言うわけで。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。まだ51分、まだいけるね。あー、なんでこんな間違えたの、お前。だから本番には魔物があるんだって。でも発音が一番魔物だわ、あれ、やっぱり。根本的なところから多分覚えてかんとかも、あれは。うん。でも間違えたらあれのやつ全部入れたるんだよ。あのチェッカーって出るようにしてやるんだよ、一応は。設定的には。あれって多分あそこ行けるんでしょう。私こんなもんにしといた方がいいんやね。あの ZR で多分いけるよね、あれって。リスボンっていけんか？火には吸われるけど。私そこまでいけんかな。あれクジラで多分余すと思う。私1400で多分あれだよな。あ、3000いくつあるでしょう。得意属性2倍にはならんもん。2倍以上にはならんもん。もう一発どっか行っちゃうと思う。私が行ったんか、あれ。どっちしろあんな3つもカバーおったらあれだわな。ヒルゾロで意外とあれだね。実はカット50だで、プロじゃないもんでさ、嘘ばっかり言っとる。これも私言った方がいいね。税金ってあんたちゃんと払っとる払っとるって。洗いのってあのあれだよ、なんか匂い嗅ぎつけてきてね、あの送ってくるんだよ、払いなさいって。やばい、それ脱税しとるみたいな感じだ。してないって。しとったらもうこの世にいないよね。うん、そう思う。まだ出てきたな、これ。本当にさ、あの一番押しちゃうんだわ。
だからスペルにはあれなんだって、本番には魔物がおる。あれどっち押すかな、先に嘘おるで多分いいと信じたいんだけど、いや私のちゃんと見とるんだったら絶対あれだな、キコリをアートカバーにするよな、当たりに。あれ失敗だね、残したな。ここはもう落とせるのはあれだけど、ショッカーが俺でさすがにだけど、じゃあしびれてきた。54分あと1回ぐらい多分。そういえば1個やってないやつなんだけど、いややってないでほとんどダメだったんじゃないの。うん、ダメだった。やっとペタ君倒せたから、うん、まあでもこれも使うしかないもんな。次使ったるか。え、まあいいや、これでいいとか、これでいいとか、まあいいや、まあいいや。ダメージ減ったら一緒だもんな。蘇生2つ可能性はないか。残数あれな方に行っちゃったな。調和の火があれか。これさ、範囲でもダメなんかな。この何、全範囲にして単語と出るようになって、これのさ、ジャスティスとかこのあたり。私自由とあの正義とさ、何お前に一番似合わん言葉だから。自由と正義って聞いたことないこと言ったのね、あんた。逆でしょ。悪とかなんか卑怯とか姑息とかさ、まあでも打つしかないな。これはわかる、これはわかる、これはわかるよ。これ覚えるあれじゃなくて、まあ非蘇生入るなあかんけどな。まあもう打っとくわ。まあいい。倒せるの分かっとるもん。はい、こっち5人おったらきつかったけどね。あっちは落とせるの分かっとるで、うん、それを落としたらあとあれか。ここはもう私ら痛み分けるしかないもんな、うん、だからこれも行くしかないで絶対だ、うん、これあれだね、間違えたら叱りつけられるね。そうだね、いいぴったりの単語だわそうだね、叱りつけられたな、うん。さて、エクセも逃さんかった。もうこれで言ってくれると困るね。火力的には足らんけど。715よかったね。ありがとうございました。ずっと叱りつけられるとこだったね、これ。やばかったね。うん、ありがとうございました。なんで、ありがとう。頑張った。シール、ありがとうございました。次出すなら、ね、ありがとうございました、ね。もう最後だね、これ。問題のことなんか全然喋ってないわ。勉強のこと全然喋ってないよ、あんた。うん、違うことばっかり言ってるが。え、どういう名前なの本当にこれ。あ、2ペアだ。この場合は？この私、このニアリーとさ、なんとかな、レイトリーか、割と日本語の意味的にさ、だから日本語もやってかなあかんって言ってる。こうしとこうだった。向こうの方が火力あるんだ。いや、あなたちょっと生きる癖があってさ、あの絶対火力いくやつでも一番高いとこ行くでしょう。
なかなかこれ嫌だな。あの風が嫌だな。あれが嫌だな。水カット嫌だな、あれ。嫌だな、あれ。水カット嫌だ。あれ嫌だけど行くしかねえもんな。結構出すな、あれ。みんな水に帰るんだろう。帰るんだろう。頼む、お猿パー。頑張ってくれ。まあ、足らんと思うけど。あの、アリスが地味に出すだろう。足らんだろうね、あれは。2つ打ってもちょっとあれかなと思った。あの、アリスが残っとるで。アリス向こう頼むわ。多分アリスならいける。アリスだよね、あれ呼び方。ずっと私アリスなんて呼んだんだけど。うわぁ、もう本当にあれ、感じてでも難しいよ、マジで。人の名前結構というか、かなり書けん、私。吉田の吉とか吉尾の吉とかって上伸ばすとか下伸ばすとかでさ、難しくない？これはもう私あれだね、行かなかんな。蘇生入るけど、食ってくれるか。いや、行った方が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 行一瞬思ったよ。全体だけ足りたな。ちびっとるね。計算、あれだね。ちゃんとしとる。勉強もいいけど、計算も覚えなかんよ。このラージもさ、これ。ラージと何だったかな。オールインオールとオールインタイムだったかな。あれのなんか類義語なんかで、一般とかなんかそういうこと出てくるのあるでしょう。いや、これどっちでもよかったり、別にカット入っとったら、あの、火炎砲があれだけど、私が行くけど、そうだな、そこ行って私これ落とさなあかんか。まあここ行っといてもいいけど、まあ、あとにしとこう、一応ソセはもう奪えるだろう、海水区で、あっちは多分。多分後ろあれでしょ、あの後ろって。違うの？うん。これでまあこんな感じでいいんじゃない？まあ一応は打っとくけど。うん、まあ本当はでもこっち行った方が多分楽だけど。行ってもいいけど。行ってもいいけど、どっちみち倒せんから。だったら十分あるもん。半分になっても。4万5千とかぐらいあるからね、たぶん。うん、だからそうしといた方が。どっちにしてもってやつ、まあでも一応あれだろうな。マッシュはでもすごい心強いね、カットあっても。あ、10倍だよ、辛いけどな、あれは。プロだで。まあでも行くしかないでな。うわ、すごいあれだね。そんでも200いくつとか出しとる方なんだな。あれ、ちょっと待って。ラストウィーク、ごめん。ラストウィークだって。まあ、文章ちゃんと読んでないだろう。ラストウィークなんて、ありがとう。ごめんなさい。ありがとうございました。1時3分。終わり良くなくても全てをし、ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。頑張った。また明日。おやすみということで。ありがとうございました。ということで、こんな感じでございましたということで。問題のこと喋りたかったんじゃないの？ちゃんと読まなあかんって、これ。お前読んでないだろう。
どうせ多分なんかバイナンスとかがあって、ああ、また未来のこと言っとんだろうなと思って、ああ、ウィルハブかなんかそこら辺適当に言うとけばいいんじゃないのみたいに思ったんでしょ。思ったに決まっとるわ、そんなことは。上の1行しか読んでないよ。最後のアーバーまで読んでないですね、私。うん、ああ、レナウンです。もうそこ止まった。ああ、はいはいはい。また、どうせバイやってなんか未来のこと言っとんじゃないね、また。ラストウィーク読んでないもん。あ、言い訳しとる。読んでないから分からんって言い訳しとる。この政治家みたいですよ。選挙にぴったりだよね、お前。ということで。こんな感じでございましたということで。まあ、そんな感じはいいよ、どうぞ、うん。ちょっとできてから、問題のこととか喋ろうか。喋りたいでしょ、イエス。イエスって言って今、高須クリニックって言おうとしたでしょ。結構あれだよ、高須先生の動画見とるよ。お前、だからいかんってそういうことやってて、お前、だから、そういうことで脱線しとるもんで、時間があれなんて、もう。パソコンはあれだよ、だからちょっと今から、ここからさ、3メーターぐらい先にあるちゃぶ台があるんですよ。そこにずっと、いや、3メーター先にあるところにさパソコン置いたらしょうがないよ。3メーター、私が、そうだな、1歩、2歩、2歩ぐらいに行けるとこ、2歩ぐらい行けるとこでパソコン置いてたらすぐ開けるわ。そこでお昼食べるんですよ。チャブ台のところで。お昼というか、お昼ではないけど、お昼みたいなのも。ちゃんと朝昼間食べるようにしとるの。ちょっと生活習慣が改善しとるで。その割にあれか、動画ばっか見とるのか。ちょっと話させて。そこのチャブ台のところにさ、パソコン、お昼さ、何お昼食べてるパソコンでそれマルチタスクじゃないの食べながら何パソコン見とんの動画見とんのアホじゃないじゃあ漫画って漫画。漫画買うのやめて週刊だけ見とるの。それ違法サイトとかいや違法サイトでちゃんと合法サイト大丈夫大丈夫。うん、世間に大きい口で言えるサイトだと。そこで漫画読んで、でそのここ今座っとるとこは私の仕事場、何仕事場って仕事場ってお前。寝転んで絵もやりながら動画見ようだけじゃないとお前違うのそんで一日過ぎていくんだろうすでに仕事場って偉そうに座布団置いて肘ついてで南から日が当たると日向ぼっこしとんのおじいちゃんだろお前いやじゃなくてさいや仕事場って何やっとんの何やっとんのお前うんチョコ何個いるかとかなんか世界編のなんか表とか作っとるとかそんなことぐらいしかしてないだろお前まあ、いいや、ちょっと仕事場にさせてよ、一応、ここは。うん、まあ、そこで、食べるときにちょっとそこで読んでたんで、そこでもう、そこに、そのチャブ台のところにパソコンも置いといちゃうんですよ。閉じたまま。で、どっちみちあれだろ、どっか行ったときに、ちょっとあれだろ、1時間ぐらいとかなんかすると、あれ、秋で外とかなんか行ってなんかやるだろう。で、そしてまたなんか戻ってくるとあれだろう。で、パソコン持ってまたこっち戻ってくるんだろう。イエス。うん、いや、電源切る、そう、言い訳だって。だからパソコンを遠ざけるようにしよう。だから一日遠ざけなきゃあんて。そうするともうノイローゼになるもん。気が狂いそうになってパソコン開けちゃうもん。うん、私、あれなんですよ。スマホとか iPad で、ああいう何、なんて言うんだろう。SNS とか、そういうネット閲覧とかじゃないけど、動画とかじゃないけど、今で言うとなんて言うの、あれ、TikTok っていうのなんかなんて言うの、なんて言うの、もう見たらなんか3時間ぐらい消化するの、やみつぎ動画とかあるじゃん。もう可愛い子ばっか出てきてさ、あ、一緒に見て踊ったんでしょ。踊っちゃう、なんか。全然踊れてないでしょ。踊れてない。息切れるでしょ。息切れる。でも可愛いなって、可愛いなって。バカでしょ。分かっとるよ、そんなことは。まあいいわ。こんなもんでやめようか、脱線は。で、そういうことやっとるもんで、勉強にならなくて。ということで上から行こうか。あ、これやれよかったね。作っただけ。コストぴったりで完璧かなと思ったけど、ちょっと弱速くない？ダムとクジラ、ちょっとあれだよな。そこだけだよな。今日、貴婦人どう？いや、弱いと思わんよ。そら、あんな起こされたらあんなもう、あかんけどさ。性格がなんかへそ曲がりだもんでさ、みんなこの、なんて言うんだろう、こいつ。ちょっとニヒルのやつ。これ何？クビキリギス。キリギリスなんだ。キリギリスは私まだギリだな。バッタとか、あれまだギリだ。あれギリだ。もう今の時期結構外におるわ。うん。ぴょんぴょん跳ねるとちょっとビクってなるもんね。いや、ぴょん吉かと思って。これちょっとみんなさ、もう手に入ってきて使い出されるとさ、へそ曲がりだってさ、嫌になってくんだわ。みんな使ってない時だとなんか、いや、どうやりたいだけじゃない違うって。違うって。なんかなんていうの、供給方に、なんかお前もうそうやって、あれだって、へそ曲がりなくしとってかんて。
みんななんか使い出すとなんか自分を一緒に使うとなんか負けたみたいじゃん。いや、その割に人と似たような構成用意やろ。いや、それ参考、いや、それだからあれだって、どっかの国みたいな方式でパクるって言うんだって、それ。まあいいわってことで。作ってみたけど、なんか違和感あった。2と3に違和感あったけど、これしかなんか思わんかったわ。こんなことしにでもなんか動きそうなんだけど、うん。どうなんだろうな。使ってみてないであれだけど、私別になんかクエされたらあれでいいんじゃねえかなと思った。あんまりなんか考えずに。かなって、ちょ、まあ、これ考えてどうだったかなと思って、やろうかと思って焦りとった。嘘ボケ。これ最初にやって思ったんですけどさ、なんかちょっと今ってなんか風呂の時代っていうかさ、バターレの時代っていうのがなんか、さ、あそこで風邪変とかされたりとか別にいいんだわ、取られるのは。入学のエズナも割とあれだな、これぐらいのコストポコッと作られるときついとこあるよな、その対象じゃないけど。3はこのサルパーもそうだし、あんまなんかバターリアのとこで、バターリアのとこでそんなに止めれてもいいけど、2と3をきっちりなんて言うんだろう、不利取らせずそのままいけんとさ、今あのあれだもんな、ホタルとかその初手の補正残りとかじゃなきゃって割とこれだけじゃなんかきついんかななんて。いや、やってみて負けたから、最初の方やってたやつだって5連敗か6連敗ぐらいしてたよ。ああ、俺って才能ないかなって、いや思わんかったよ、思わんかった、思わんかった。いや、これちょっとあの風向きが悪いだけだと思った。俺のデッキは完璧だと思ってた。うそこけ、だんだんビビってあれだろう、変えてたんだろう。そのためになんかこう用意したんだろう、保険として。そんなことはないけど、ね、やってなんか思った。前からだってグエーサローったけど、使う人ってそんなあれだった？強く見るし、自分使うと弱いとは思わんもんだって。後ろの要はカウントが間に合うかどうかの問題で、別に貴婦人とかにかけたって弱くないよね。バタレとかに回数かけたって弱くないもんね。火じゃないと抜ける時ってあるわ。あのよだれドラゴンが出てくるとちょっときっついとこあるけど、継続2がね、でもコスト18だで、まあいいんじゃない、捨て悪くないし。3000円ぐらいでしょ、まあ2800の3500だけど。で、後ろがさ、あいつ、忍者 ZR くん、あれだけ、あれと CR が火入っとんだね。で、悶絶が火入ってないんだな。踏んだもんで、踏んだもんでじゃないけど、ガラッと、今ってでもそうだね、3形態ってなんか捨て違うよな。1、2来て、2の捨てがいい、2の捨てというかスキルがいいよね。3に来るとちょっとあれだよね、なんか変化球投げるね、急に。合わせんよね。だってこいつ、まあ、右の忍者の時に行った時言うわ。これはなんかあんまりだった。風呂というか、バターレというか、弱いとは思わんけど、そんなあれなんかなって。別に風変がおるわけじゃないんだけど、クエーサルと当たるとやっぱちょっときついかなと思う。クエーサルの要はなんていうの、対比じゃなくて火の2回攻撃を、それ防げんかったらもうあれだもんね。なんか負けたみたいだね、バターレのところで言うと。だってクレコかけ、極端に言うとクレコおったよ。クレコかけられてそこにクエサルおったら、あのバタレだってクレコでやられるもん。そう考えると、まあもちろんコストが違うってとこはあるけど、ここがっちりの1ターン止めんとさ、あの元が取れんっていうの。うん、だって風呂なんかほとんど倒せんじゃん、はっきり言ったんだもん。飾り物だもん。飾りじゃないね、だもんね。前の頭みたいね、飾りは。だもんで、って思ったんですよ。まあ、要は負けたから良くないんかなと思って。もう一回負けたら変えていこうと思って、ね、まあ、この子来ちゃったんだけどさ。はっきり言って4、5固定でいいかなと思ったんだけど。うん。ほんで余ったコスト適当に考えた。まあ、補正っぽいやつなんか入れとけばいいんじゃ、それっぽいの入れとけばいいんじゃないのと思って、40ぐらいと2つ、前後と2つ入るでしょって、余ったコストでなんかそれっぽいの探した。144だから、あと4でしょ。22以下で、倉庫とここ見て、なんか3枠で使えそうで、まあ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 仕事できるんじゃないかな、みたいなやつ選んだらこいつになった。ヘナになった。仕事しとるのかよくわからん。うん。まあ、蘇生とか考えられるコスト15で別に蘇生入れてもいいんじゃねえかってのもあるけど、なんかコストあんま余るのなんか嫌だもん、私。ギリギリ使いたいもん、なんか。きっちりいったコストでなんか、なんて言うんだろう。もうこれしかないでデッキできたらなんかあれじゃん。
いや、それ自己満足でしょ。うん、そうだよ。そうだよ、自己満足だよ。まあ、それはいいとして、4、5固定にして、ちょっと市川さんどう考えますこれ。どれ使ってもいいわ。納豆も思った。納豆もやったけど、なんかあんまりだった。もうこんであれかなって。にわこのホタルがさ、その、もう今入手しとるの結構多くなって、ある程度の人持っとるってことないけど、協力やって収穫しとる人はまあ持っとる可能性高いじゃないですか。だから前回ほどの有利はないで、あんま使う方がかなと思ったけどさ、やっぱ使ってみると色変えるのやりやすいんだよな。蘇生もらえたりとか、その、カットされるところの色避けたりとかさ、あなた使い方下手くそにやってるよね。うん、まあそんな言わんでよ。人間ないミスするじゃん。いや、ミス多いって。あ、そのミス減らすのもあれだよ。睡眠時間あるんだよ。らしい。で、睡眠時間増やしたらさ、その週なんかミスばっかしとるんだわ。これ睡眠時間って何やったら、根本的に俺の性格の問題、多分、おっちょこちょいな性格はある。うん、思い込みとか確認不足とか。まあそこはいいな。それは私は直さなかんところで。だけど、まあやりやすいかなと思った。で、書店があれだな、最初に1戦目いきなりウニトラってビビったんだけど、何今日144でウニトラおるのと思って、よくおかしくねえと思ったけど。それ以外はまあ、だもんな、うん。お気に入りの顔のブダペスで、ブダペスか。強いのか弱いのかあれだけど、まあでもコスト40ならまああれだよね。うん、別にカットしてどうのこう耐えようとかって考えてるわけじゃなくて、うん。余ったコストで、どう考えるかなと思って。書店を持ったよ。忍者も、MZR 君を持ったよ。うん。ああ、そうかそうかと思って。リスボンが倒せんよね、あれ多分。秘密だとよかったのにな。今日に関しては。悶絶だけあれなんだな。水なんだね、あれ。秘密だと思ったもん、ずっと。まあいいわ。ほんで、これが答えかどうかはよくわからんけど、私はまあこれ、まあまあ、よく、もう深く考えることにした。適当にやってって、負けたらコロコロ変えてって、勝ったらそれ続けてきゃいいわと思って、んでこれにした。うん。したというか、これ以上なんか思わんかったみたいな感じで。うん。まあ確かに贅沢、どっちがいいんかなと思ったんだわ。貴婦人に何か、前菜か連撃か、何かを与えて、最後貴婦人でいくか、でこの忍者 ZR くん、ちょっと待って、ステンバイチビゾだって、これってあれだよね、長野だよね、コスト24。いや最初思ったよ、なんか別に水蘇生なんかこんな根吉とかでいいんじゃねえかと思ったけど、火が入っとるのがいいんだよな。いや、HP 低いし、全然あれじゃんと思ったけど、でも、あとこれ、ステー考えると5000円半ばあって、全体あってもね、結構出すじゃん。連撃あっても結構出すじゃん。なんか、まあ、これでいいかなって。コスト20安いし。うん。で、こんなんでもやったんだけど、勝った時と負けた時だったかな。なんかしっくりこんかった。2を一方的に色決めつけて変えるのなんか嫌かなと思って、ホタルゴってやりにくさがあるから。そう、風の方が思うけど、今エツナもおるから、なんか秘密の庭って本当、まあ、どの庭でも、復職の庭って答え出んよね。日風の庭でも答え出んよね、これって。絶対これっていうのないよね。もうこれ置いときゃいいんじゃないっていうのないよね。秘密の、じゃあ、水風の庭がガリソっていうのはまあ思うよ。うん。あれは思うよ。うん。でも構成によるか。かばっていくのと耐えるのと、それによって違うよな。うん。そこら辺は違うけど、かばっていくような風とか、で、行くんだったら曲がりとあれかなと思うんだけど、秘密の似合うくてなんかあんま思わんだよな。これぐらいのコストだとなんかエツナかなと思う。うん。いいね、でもあれだもんね。裏書かれるならもんね。ホタルであれ落とせるんかな、7000円で。いいねってどんなもん、4000円くつの 70% ぐらいだから、ちょっと待って。8000ぐらいだよ、いいね。ちょっと待って。忍者悶絶R くんは。読めん、漢字が。なんとか忍者は半途中でいいの。そういうこと。半途しとる間っていうことを、半途中となんかこう中で掛け取るってこと。
そういうこと。ちゃんとストーリー見たら見たよ。本当本当、これずっと秘密だと思ったもん。7500あるんだ。あ、でもコスト31ならあれか、補正入っとる間に関してはいいんか。で、まあこれもやったんすけど、水全体かけたからって飛ばせるって言ったらいいな。やっぱ縦のが欲しいな。縦というか、あのシールドっていう意味じゃなくて連撃っていう意味で、うん、そっちの方がクエストのなんかあれかなと思う。これだとちょっとあのヨマくんとこのあのスキルカウントが微妙だもん。なんかそこまで無理に通してそれ発動できれば勝てるってわけじゃないから、まあそれいつものパターンだな、水混じりの時は、うん、やってみたけど、なんか興味本位ではコスト余ったもんで、ね、リスも引っ張り出してきたけど、なんか私に向いてない。なんかあれは、うん、向いてない、向いてないというか、あの下手だで、ね、使いこなしてないだけでしょ。イエス、うん、うんうんうん、なんかバタリあれかな。だってこれエトナサルパ行ってどうする。いや1から3固定とかにしたら後ろもう重たい蘇生入れれんから、なんか蘇生後の回復かなんかみたいな、勝ったり負けたりなんかあれかなと思った。エトナいい時あったもんでさ、それのなんか記憶があったでエトナに入れてみたんだけど、うまくめんかったかな。うん、ちょっとなんかあれだったな。もうちょいなんかうまく組みはなんかできたかなと思う。エトナ別に見とって悪いと思うけど、初手がでもあれだな、残るやつの方がいいんかな。なんかなんとなくはなんか思うけど、まあでも最後どっちかだな、球人か ZR 君か、そのあたりだよな。火力的には ZR だけど、その回復を考えると貴婦人の方がやっぱあれだよな、倒せんから辛さあるわな。 ZR は倒せるもんね、うん、でも最後のあのじゃないけど、あのマシか、あれ強かったね。納豆やったよ。これをどうかなと思ったんだわ。6カウント重い、遅いの分かるよ、うん、どんなもんか動いたり動かんかったり、納豆使うときに限ってなんか巻いてウニおるんだわ。なんでかなと思って。でもウニあれだね、108とかから130ぐらいで、ね、あれなんかちょっと回復とか勝ったりしたら多分怪しくなるだろうね。ウニ使う人って多分をメインに使う人は突っ取ると思うけど、メインに使わん人って多分貫突してないというか問題レベルとか多分怪しいとこないかな。残った時あったよ。なんとでも確かにもう残るとめんどくささは思うね。ただ後ろがなんか淡泊かな。庭かでもホタルでもなんかあれかなと思うんだけど、うん、そこは思う。なんかやりやすさというか、色とかうまく見極めやりやすいもんね。秘密のやっぱ1と2枠って私はもうああいうリスボンとか、もう一人なんだ風変えるやついますが、なんだったかね、コトレードじゃない、なんだった名前出てこない、君だ、ストックレイ、レイしかってないよ。こういうのはなんか私やりやすいかなと思うんだ。全体色変じゃなくて自分だけ変えるみたいな。うん、でまあこれもやってみたけどあんまりだった。小林先生じゃない方がやっぱあれかなと思った。24出したあと9出した方が、うん、あそこの4枠はすごく発動が怪しい。はっきり言って今あくび出そうになったもんね。もうやっぱ生活習慣変わったりだよ。そんな人間簡単に変われんってお前クズのままなんて、うん、でもあんま納豆やっぱ70の重さの仕事をしてくれんとな。3ターンぐらい大変と元取れんよな多分。2ターンじゃあれだよな別にペスちゃんでいいやと思うもんね。似たようなやつちょっとスキルターンの変えてみたけど、これ作っただけでやってないんかな。これ最後の小林先生はやっぱその捨て的な弱さがなんか出るかなって。対面で当たった時にやっぱどっちかかな、貴婦人か無理にあのあれかね、 ZR かかなって。あ、ということで明日でございますと言おうとしたので、明日でございますということで、いや今明日に変わったりだろう。
あ、ちょっと待って。いくつだった？ちょっと待ってよ。110いくつだったと思う？待って。119。で、さっきので1球なんでしょ？うん、そうだよ。なんかこのバージ君使うの私あれなんだけど、好きくないんだけど。こんなんかなーって、119、6ターン。あれだなーか、ちょっと待ってよ。もう一個ない？あー、これ、あれ何これ？え、納得くんの何これ？これ違うよ。納得くんのこの119これダメじゃん。明日水これないじゃん。納得くん無理でしょ。119こんなん組めんがもう。これ却下だわ。ちょっと待って。これはあとさ、待ってくださいよ。おう。水だよね、明日。待って。31なんか入らんもんな。ここは無理？ 119。11。これってさ、3回の3ターンか。11。無理か？いや、これ11ダメじゃん。12だで合うとか。子供ドラゴン入れてもしょうがないもんな。ネギでも入れるか。倒したらドロップできんか。これダメ？ダメ取るだ、お前。白ネギじゃあれだもんな。すき焼きの出汁にもならんか。そういうこと言うと怒られるぞ。疲弊しとく？こう？ダメ？蘇生もらえるよね。これか、ちょっと待って。か、普通に。小町ダメ？全体よりやっぱ連撃にしたいんだけどな。119。18。どれがおる？変なも明日あれだろう。クエサルもあれだろう。こんな蘇生もらえるあれだから風マジにしたも多分いいんじゃない？そう思う。みかん？風マジりか。風マジこれ6ターンだ、誰だろう。案外でもこういうふうにした方がなんかいいかなと思うんだけど、私。これはこうか。か、こうだな。こんな風になるな。やっぱこういうの選ぶな。タタールない？タタールで20いくつか。こんなのがきついもんな。じゃあこれと、ちょっと待ってよ。ホルバジでいいか。か。なんか考えたのか、これ。待ってよ。もう一個。ホルバジやめて、マイナー入れとく。ここ意表工事なんか風変とか私あれかなと思うんだけど。待って。あいつ。これでも折ったら強いよね。多分。倒すだけなら。落としに行くとかできるよな。13。あ、マイナーになるんだ。マイナーになるな。あ、こう？こんなん、ちょっと待って、もう一個。マイナー入れて、27いけるよ、これ。小町を変えや、あれか。もうちょいいじれるか。
あー、こんな風なんだ。小町下げたらあれか、サルポ入るのか。ちょっと待って。こう？この辺りをちょっと考えていきましょうみたいな。こういうのもなんかたまにはどうかなと思うんだけど、120ぐらいコストでなんか無理やり初手のあの名もみだったか、安いコストからいってカバーポン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 繋いでいってみたいな、最後安い蘇生でチョロンみたいな、どうかなって。それよりさ、まずはさ、これ買っちゃったんですけどさ、めちゃくちゃ難しいですよ。この下のさ、診断テストの S1 ってやつありますが、これが全部のテストなんですよ。ここで1405ぐらいの。これが S5 まであるんですよ。トーフルの。これで、1級も、準1級も一緒のような感じなんですよ。テストで、テストがこの S1、S2、S3、S4、S5、S5 って何で言わんの？まであって、そこのテストが850点満点なんですよ。で、830ぐらい取れると、まあ大体なんだけど、全部初見で800点取れんかったもんね。で、この各分野が、これもデータ団の順位値と、これって出していいんかな？有料アプリだであれなんかな？まあいいよね、もう出しちゃってたの。いいや、怒られたら俺のせいだけど。で、ちょっと待って。ここの、例えば、多動詞の80とかあるとすると、あれ、300万点で290取るとあれなんですよ。290って、15問1セットのテストがあって、それを5セット、6セットぐらい連続で不正解なしで当てれるぐらいにしてかんと290ぐらいになってかん。不正解入れちゃうとあかん。連続でいっちゃうなかん。その代わり範囲が少ないから、多分、多動詞だと、例えば I80 ですか。下の方行くと名詞 M120、120もある。これぐらいの多分100前問ぐらいの範囲を小刻みに分けた方が多分覚えやすいと思う。デザタンこのシリーズいいかなと思ってますけど、私前も言ったと思うんですけど。うん。要はやってって、こんな感じで、この290を取りゃとりあえずそこの、なんていうの、名詞の分野とかは終わりにしてって、今、先週買ったんかな。4まで来た。4のここまで来た。明日と明後日ネギとかの時やるかなって。だ名刺 P のとこ平均278でしょ。まあ290いけてないんですよ。290いったら、まあ、次へ進んでて。で、これが5まで行っていくと全部終わりか。で、これ多分繰り返してやっていけばね、この診断テスト5も平均820でしょ。5はようやく820か。そんでもまだあれだな。800な、これ多分何回かやったと思うんだけど、違うんかな？ 1 回目で820出しとるんかな？ 1 回目っていうか、1回やった時25問だから、それだけで800いくつは出せるんだわ。うん、それぐらいだ別に間違いないんだけど、何問かやってくると、どんどん知らんやつばっかり出てきてさ、大体が。だってそれだってこの範囲全部出るんだもん。1400問出るんだもん。1400問で1100問全部知っとるってことまずないでしょ。なんか多分これやってけばなんとかなるかなと思ったんですよ。で、デザタンやっとる人だと分かると思うんですけど、準一とか一級と一緒の感じ。うん。一級もそんな風だった最初。きついなと思ったけど、なんとか毎日こなしてて、これ各分野290取ったら、その診断テスト830行くようまで、830行くまでずっとやっとる。延々とやっとる。その日、830行けん日とかあった。そんでもまた次の日とかの、何、気持ちを、ね、入れ替えてじゃないけど、まあ俺って天才だろみたいな感じで、いや、ほんと心を折れながらやるんだけどさ、繰り返したところなんとかなる。それなんか経験則がわかる。まあ、多分トーフルもこんな感じで多分いけるんじゃないかなって。ただこれが定着するまでは多分すごい時間かかると思う。ここで答えれるだけだって、文章で出た時にそれが何直訳できるかわかるのか、文章の意味が取れるかって話は別だから、ただでもそのための基盤は、単語何ね、繰り返しで作っていかなかもんね。うん。いきなりはならんから。まあ、これはもう、経験則じゃないけど、多分いいんじゃないかなと思っとる。いや、えぐいね。一級の時も思ったけど、えぐいね。うん、まあ、それだけじゃないけど、あ、協力の時の写真があれか。
追加なんかで喋るか。協力の時にさ、他のアプリと併用してずーっと問題解きながらやってたんですよ。協力やっとる時間分同じ問題だから、その時に問題解いてるんだけど、 YouTube とかなんか他のこと遊び出すんですよ。動画見出すとなんか脱線しだすので、パソコン遠ざけて、うん、問題解きながら、パソコンでも ABC とかできるんですよ。パソコンでやると遊び出すもんで、パソコンでやらんようにしとった。うん、うん、そこはさすがに。で、やっとんですけどさ、その、これと、例えば、待て。ここにあるこういうデータ端の1と順1とトーフルか。これだとまだいいんですよ。単語の表裏だから。要はなんて言うんだろう。ここで例えば、こういうの協力をやりながらさ、こっちでやりながら、2周目の方を使って、待ってくださいよ。ここら辺のデータ端をやっとんですよ。単語問題を。普通に解いておくだけだけど、例えばこれで言うと、またやる？やらんでもいい？やっとるとこ今これか。これちょっと15問だけやってみる？ Kinetic energy. いきなりきついの来るでしょ。Absentee. Adverb. ちょっと待って、これ。Aging. Adrenaline. ちょっとこれ。Acidification. 配置変えたいんだけど。Baptist. こんな感じを右と左でやってるんですよ。これを左に置いて、前も言ったかな。ってやって、これを2周目の方を使ってやって、編んで右の方に。ああやってあれでしょ。日本語の直訳みたいに来ると答えやすいでしょ。ね。HR。こういうのは楽だよね。なんていうの、頭文字の略とか。これなんだと思います？アカデミー。えぐいでしょ。えぐいでしょ。待って、どれだった？これソロ版なんですよ。知らんがな。まあいい勉強になるかなじゃなくて、これを右と左でやっとんですよ。それ単語のモテるだったら、これ協力とかもないときながら、ゆるがりもそう。ゆるがりやながらとかやっとんですよ。まあいいんですけど、ABC とかの問題になるとさ、問題とか、あ、長文っていうのは長文っていうのはどうやっていいの読み方。ちょっとわからんだけど。長い文章っての。になるとさ、改良みじゃないけど、協力やっとる間だけで、その全部読み切れんもんね。戻っ、あっち、左行ったり右行ったりとかするんですよ。一日でやれるんだけど、すごくその問題効率が悪いっていうのかな。要は問題でマルチタスクしとるってこと。そんなもんで、それをやめて、昼間は、まあ、しゃあないで、ゆるがりかなんか、英語物語の問題と、そのデータ端をやりながら、データ端の復習と、今、トーフルの方もやったりして、で、一級とかも復習しながらやってますよ。で、それをある程度さらえていったら、これを1000ぐらいにしとるかな。1000問ぐらい。やれて、トーフルとか今やっとるもんで、今ちょっとキリのいいとこまでやりたいかなってやっとるけど、そしたら夜とかは、その ABC とかのその文法だけを、ゆるがりとかとやらずに、もうそれだけ集中してやるように。で、パソコンを遠ざけて。っていう風にしたんですよ。いや、遊び出すもんで。うん。皆さんがスマホとかで、ながらスマホとか歩きながらとか、電車とかいろんな移動しながらとかやるように、私の遊ぶのってパソコンなんですよ。これだとスクリーンタイムとか、英語、ほとんど英語物語ばっかなんですよ。携帯の方でも LINE とかそんな全然やらんと。だって通知何もしな、さしてないもん。なんか連絡あったら絶対出させんようにしてもめんどくさいもんで、見るのが。だってよっぽどの用事で電話かかってくるし、電話かかってくる用事で大体誰かの不幸しかないもん。うん、そういう観光総裁関係しかないもん。よっぽどのやつって。それかどうでもいい電話か。取らんでいい電話か。うん。なんで、そこら辺の何、問題を解く改善じゃないけど、ちょっと生活環境をさ、ちょっとついで喋ろうかなと思ってさ、喋りたいもんで、うん、かなということで、ABC を利用して。要はも、問題じゃないけどさ、文法問題とかな、ね、文章問題っていうのにをきちんと向き合わんと、要は、同時にさ、協力と他のやつとかや、アプリとかやって、単語問題ならまだ荒が出んけど、文章問題とかやると、
一日やってみるとさ、時間やっとるだけですごく問題を解けてないってことが分かるんだわ。時間ばっかかかって、要は右行ったり左で読むのが遅いっていうのが私の、うん、まあ、そのためにはやっぱりね、やるしかないかっていうか繰り返すしかないよなと思って。大体この手のことってさ、到達できんのってやってないか繰り返して回数出されんかどっちかだもんね。いや自分に甘えるとかんでかなっていうことで、もなんか問題に対してもなんかちゃんと向き合わなきゃあかん。どうしたかばあちゃん死んでなんか心を改めた生活環境を変えたり、ちゃんと朝昼晩食べるの一人蜂蜜と か, のとか食べたり、健康とかいろいろ考えてさ、うん、ちゃんとご飯も、うん、もういろいろ健康面とか、どうしたら急になんか長生きしちゃう。そんなことないよ。金がなくなったで新聞入ったとそんなことないって、うん、かなっていうことでございます。問題とちゃんと向け、別に英語物語の問題は遅かれとかなわけじゃないですよ。発音だって当然見とっても今の体制の中で間違えたりするわけ、発音以外で間違えたりするわけあるわけだからさ、うん、そこら辺とかやっぱ向き合ってのかなわけで、かなということで、問題とこの面白いなんかね、知らない分野とかなんか触れるの面白いんですよ。TOEFL でも全然さっきのソロ版とかでもありましたが、へえソロ版ってこんな風に言うんだみたいな、なんかすごいウキウキして楽しいんですよ。毎日解くの楽しい。さあ今日やる、本当にやるぞと思うもん。うん、だって楽しいよ。でも途中であれだろう、疲れて脱線してあれだろう、パソコン開くとなんかいらんことやるな、うん、いらんことやっとる。でそこで、ああもう時間がもう、ああもうちょっとこの子かわいいみたいな、クリックみたいな。ね。ああもうってなるもんね。ちょっと何この踊りって見たら一緒に踊りやすいんですよ。で疲れて息切れてなんかあれでしょう、寝ちゃったりするんでしょう。いかんもんね。まあそういうことです。うん、まあ、要は問題の方もなんかマルチタスクじゃないけど、二つのことをやらずに一つの問題をなんか集中してしといた方がいい。皆さん気づいたら遅いな、お前何十年生きとんの。だからお前あれだよ、学歴何もないんじゃない、まあ、そういうなんて、まあそんなことかなんか言い出したら気にないけど、まあ、要はちょっと問題に向き合いましょうということかなっていうことを、協力を通して感じたでございますということで、まあそこら辺のところまだなんかついなんか適当で喋るでございます。そんなことで終わりましょうか。ね。かな。あんでもゆるがりの、例えばなんて言うんだろう、こういうクッキーとか貯めたりとかしてましたか、してましたけど、まあ、そこら辺の他人分はさ、大人の力で全部ねじ伏せたのかなって。マネーでございます、ささやでございますみたいな感じで、どうしたの、お金があるのかないのかよく分からないやつだな。うん、金がなくなったらなんか早く起きるようになったんじゃないの。違うの、早く寝ても早く起きると一緒だろう、うん、睡眠時間変わらんね。あれでもあれやっぱちゃんと念とあれみたいだよ、その記憶とかのことも。どうしたのあれで何が効果あるんだろうな、勉強って。記憶とかなんかそういうの調べて、いろいろ食べ物とか、そうやれる限りのことはやっとるけど、でもやっぱり時間かけて繰り返すのが一番効果的かなと思ってる。で、そこで脱線するが、脱線とか嫌気がさすが問題解けんかったりすると、難しすぎたりすると。そういう脱線の時に、そういう SNS とかなんかそういう動画とかじゃないけど、そういうネットのなんて言うんだろう、荒波じゃないけど、そこに揉まれんためにその手のことをシャットダウンした方がいい。勉強する人とかなんか成し遂げた人とかなんか言うもんね、スマホをもう離すとか置いていくとか、 LINE 見ないとかさ。私スマホじゃないもんさ、依存がパソコンだもん。だからパソコンを遠ざけるんで、それが多分一番効果的かなと思って。ただたまに息抜きは必要だよ。うん、疲れると私掃除しだす、なんか煮詰まると掃除しだす、なんか急になんかどっか吹いたりする。まあ、話としては気にないもんでさ、まあ、問題と向き合いましょうという話でございます。どうかな、皆さんどういうふうに勉強して、英語物語以外のやつでどういうのやってるのかなと思って、いろんな多分やり方があると思うけどさ、TOEIC に特化してやってるとか、英検に特化してやってるとか、いやどこどこ大学じゃないけどなんか行きたいでやってるとか、いや会社でなんか資格なんかあれの TOEIC なんていうのを目指さなかんでなんかやってるとか、いろいろあれだよね。いや実際に海外行っとるもんで、ね、その会話で困るもんでとかで、英会話やってるとか、人によって様々ですが、もちろん目指すとこじゃないけど、成し遂げたいとことか欲しいものとかじゃないけど、どんな感じかなと思う。だって英語物語やってる人って基本的に対戦や協力が嫌いじゃないけど、もともと英語が好きで多分このゲームにさ、携わったんじゃないけど、ね、インストールされたと思うから、どんな感じかなと思って、うん、知らない問題とか触れてくるの面白いけどね、本当に。どんどん、ああこういう文法のあれもある、ああ単語こういう、こっちのこういう意味もある、ああ名詞の時こういうふうになる、ああ動詞の時こうなんだ、へえみたいな、うん、まあ飽くなき探求心でございます。なんか漫画のセーブじゃない。ちょっと喉疲れてるけど終わろうか。
この後もあれだよ、それポテチとか食べちゃダメだよ、生活環境変えたのに。ちゃんと蜂蜜舐めて寝なあかんよ。蜂蜜、寝る数時間前に舐めるんでしょうか。今から舐めたらお前3時間後ぐらい寝なあかんよ。まず新聞配れるんじゃない？配らんって。配らんと俺新聞読まんもん。まあ、もうこれ以上喋れたら、まあそんな感じで終わろうか。明日も頑張る、明日もあれだよ。じゃあ明日すぐに対戦行かんよ、ちゃんと。対戦行ったらもう戻れなくなるもんで、復習とかそこら辺のトーフルとかじゃないけど、文法問題とか一通りやってから、対戦行くわ。今日もだから、すぐ対戦入らなかったもん。入ったらもう絶対戻れなくなると思ったりさ、我慢我慢って。いや、もう絶対わかるもん。やったらもう、ああ、もうちょっとこのデッキやろう、あれやろう、みたいな。勝っても負けてもずっと最後までやるでさ、もう性格的に分かっておる。そんな感じかなということで、終わりでございます。ということで、皆さんはどんな感じの勉強でございましょうかということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。